こんにちは。こんにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。ます。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、今回は姉ちゃんの恋人第2話いきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。またこれもね、面白いですね。姉ちゃんの恋人。はい。なんか正統派のラブコメみたいな感じでね、楽しみなんですけど。はい、行ってみましょうかね。まずは、出世の3分のところですね。はい。小池さんの一人ゼリフ。小池栄子さん、面白いですね。すごい、相手にかけながらね、でもね、すげえいいまでやってんのね。うんうん。ああ。コメディエンヌって感じで、なんかこう、全体の、トーンをちょっと明るくするところ、コメディリリーフ的な役割をすごくうまくこなされてますよね。はい。でもなんかすごい、繊細で、うん、なんだろうな、なんていうのかな、ちゃんとね、交流をしながら、うんうんうん、やっているっていう、素晴らしかったと思います。そうですね、あれ失敗するとなんかこう、自分の中だけでやっちゃうとうまくいかないんですよね。そう、でもちゃんと相手と交流しながらやってるから、そこがね、すごくうまいというか、高度のところですよね。はい。で、次が17分のところ、はい、これは短いというのか、なんていうのか、うん、林さんのところなんですけど、うん、机をパーンと叩く周辺があるんですけど、うん、あそこね、すごく良かったですね。綺麗な体から来る衝動でしたね。うん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 。パーンっていう。で、ある分だけの、うん、だったと。衝動をこう、ある分だけ出すっていうところですかね。うん。で、それがね、まあ、机を叩くっていうことになった。うんうん。机を叩くって行動に出てるっていうところですね。うん、クリスマスの思い出をこう思い出して、るところですよね。なんかこう、このドラマ、ラブコメなんだけど、ちょっとなんかこう、不穏さを、ね、なんかね、伏線として張ってるのが、もうね、なんかね、もう、林さんと、有村さん、もうね、なんもなく幸せにしてやれよって思うんですけどね。もう、絶対なんか一回不幸にするだろうっていうね。絶対障害がもうすでに障害が出てきてるもん、なんか、ね、そうですよね。なんかこうね、こう車に対するトラウマだったりとか、ね、なんかちょっとずつこう不穏なところというか、こうそれぞれ持ってる欠落してるところみたいなね、なんかね、ちょっとね、あるんですよね。ちょっとね、そうなんですよね。なんかもう一回ちょっと泣くんだろうなっていうね。なんかこう、なんかそこもまたこうドラマとしてやっぱ上手いですよね。こう登場人物にこう感情移入させるというか、こう登場人物を応援するようになってるっていうのはもう、頑張れ頑張れ、ね、してやったりですね、もう完璧にはめられてるというね。いや、そうだよね。そうですね。いや、だからその28分ぐらいのところなんですかね、はい、有村さんがその、うん、耐えきれずに車から出て、うん、まあ、降りるところですね、はい。うん、で、その後悔しいなっていうところなんですけど、うんうん、すごくね、有村さん自身の体の、芯に、うん、当たってる悔しいななんですよね。すごい非常にうまかったと思います。うんうん、で、その後の、林さんとの会話、うん、こんなことが本当はしたかったんだよって有村さんのやつ、うん、ところはね、自然でね、いいやりとりだったと思います。うんうん、橋で理想のドライブデートのところ、ですよね。うんうん。ね。いい交流だったと思います。この二人いいですよね。なんかもうね、ね、理想のドライブデートしてなんか幸せになってほしいですけどね。なんかね、ね、なんかあるんでしょうね。絶対ならないだろう、ね。ね、一回引き裂かれて絶対泣いちゃうんだな。で、35分ぐらいのところ、はい、小池さんのところ。バーのシーンですよね。バーのシーン。気をつけろ、ただ気をつけろ、今までダメだったじゃないかっていう頭とガンガン行く体。裏腹なところですね。裏腹な行動がガンガン行動が出てしまう。やっぱね、体は嘘をつけないって言いますからね。すごく上手でしたね。うん、うん、それをやっているっていうのがね、やっぱ素晴らしい。うんうんうん。難しいと思います。うん。またね、面白そうだね、やっぱりね。うん、面白いですね。やっぱね、なんだろうな、正統派っていう感じはしますけど、こうね、笑って泣いて、絶対泣かされるんだろうなっていう、でも、うん、最後は頼む、幸せになってくれっていう思いですよね。あるよね、やっぱりね。なんかでも、やっぱりその、なんだろうな、その登場人物たちを見てる人が、
応援するようになったら多分もうそれは勝ちで、ね、やっぱドラマに引き込まれてるっていう証拠なんで、そこがすごくうまいというか、出てる俳優さんたちもそうですけど、本もやっぱりすごくいいなっていう気がしますね。はい、というわけで、はい、姉ちゃんの恋人第2話でございました。ありがとうございました。はい、この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ます。